さんこんばんは。ファッションチャンネル笹の葉キララの一人旅チャンネル、今回で127回目になります。いつもありがとうございます。今回は前回ちょっと一応終止符を打ちました東北旅の番外編でございます。もう何度か行っております。青森県の八戸蕪島神社の拝観時間、この前参拝できなかったので拝観時間に行ってまいりましたので、そちらの様子をご覧いただきます。それでは今回もよろしくお願いします。でパッションチャンネル笹の葉キララの一人旅チャンネル、今回で127回目になります。いつもありがとうございます。今回は番外編、東北旅番外編といたしまして、もう一度行ってまいりました青森県の八戸蕪島神社、私の大好きな場所でございます。国の天然記念物であります。ウミネコも見れますので、どうぞお楽しみください。どうぞ。
青森県の八戸蕪島神社ご覧いただきました。いかがだったでしょうか。やっぱりもうね、鳥居の中に入って、やっぱ拝観期間中に、あの、すごい、なんか、ウミネコがいっぱいいる様子をちょっとご覧いただきたいなと思いまして、今回番外編ということでやらせていただきました。もうほんと異世界で大好きな場所でございます。またちょっと今回はね、奇跡のようなことも起こりましたので、ほんとまた遊びに行きたいなと思っているパワースポットです。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。